今からトランクの蓋を開けるが、眩しくて目を痛めねえように気をつけな。いいな。何か言いました？お客さん。おめえに言ったんじゃねえ。黙って前見て運転しな。ボイング、おめえがあまりにも嫌がるから無理やりこうやって飛行機に乗せるしかなかったんだぜ。甘ったれんなよボイング。爆弾で吹っ飛んだおめえの兄貴はあと1ヶ月は退院できねえ。これからはこのホルホースとコンビを組むんだ。おめえの予知の本と俺の暗殺銃の能力を合わせてジョーサーたちをぶっ殺すんだ。いいなボイング。おめえが内気で兄のオインゴ以外の人間に異常な不信感を抱いているのはわかるぜ。でも兄貴の仇を討ちたくはねえのか。弱虫のまま大人になってもいいのか。ボインゴよ、俺も必死なんだぜ。戦うんだよ、復讐するんだよボインゴ。今からこの猿グツアを取るが、泣きわめいたり叫んだりしないって誓えるか。よし、いい子だ。あまり緊張するなよ、病気になっちまうぜ。俺はまあお前の味方だ。安心しろ、リラックスだぜ。